高木優太です。高木優太です。お願いします。お願いします。今日はですね、この前あの野村さんに聞いていただいた時もちょろっと出た話題なんですけども、うん、横浜時代とか太陽ホイールズ時代にそのチームメイトと結構意外に仲悪かったみたいな話がちょろっと出たんですよ。まあ言ったかな。言ってました、ちゃんと残ってますから動画に。あ、そう。はい。そこら辺がなんかちょっとこう掘り下げた話聞きたい。人間そこはしっかり打線になってたのかっていう。ね。でも俺あんまり嫌いとかそういうのないよ。なんか豊さんってそういう感じはちょっと分かります、まあ、例えば打順を組むときにこいつとこいつを組ましたら並べて使ったら前のやつが打ったら後ろが打たないとか前のやつが打ったらこいつが打たないとかやっぱこう意識し合ってんだよね。なるほど。例えば昔のその清原松松井清原ってあんまり流れが良くないです、ね、あ見てる、ね、確かに。でも俺あんまりね前の人が打ったらチャンスだと思うし打たなかったら出ようとするしバッターとしてのタイプが全然違うから、まあ、あんまり好きとか嫌いとかなかったな。ああ上がりますね。いやいや鈍感力が素晴らしい。鈍感なんじゃないですか。ただ鈍感力え、ちょっと待って、お前なんかスラッとお前鈍感なんじゃないですかってお前流しにかかったけどお前とんでもないこと言われてんなと思っていい意味の鈍感ですよ。何がいい意味の鈍感。相性とかあるんですかね。やっぱじゃあその仲いい悪いじゃなくても打線でこの流れがなんかいいみたいな。あ、やっぱある。いやだからアマチュアの人でも打順を組むときにそういうこともちょっと意識して組むと流れが良くなったりとかするよ。プロだけの話じゃなくて。あ、確かに。ゆたかさんはじゃあ別に好き嫌いはなかったかもしれないですけどこの人に嫌われてたかもなみたいのはあるんですか。いや俺が苦手だっていうのはあった。 あったんですか。それは意外に屋敷は苦手だった。普通に言いましたね。まさかのスーパーガトリオンの3分の2で実は個人的に苦手だからって嫌いじゃないんだ。野球感ってあるの。俺の野球感と屋敷の野球感っていうのはそんなに合致するものでもない。加藤さんとは加藤さんとはあったの野球感。あ、そうなの。ただし加藤さんと屋敷が合わないかって言ったらそんなことない。スーパーガトリオってさ加藤さんが真ん中に入ってた1番屋敷2番加藤3番とかだから中取り持ってたくれてたかもね。あ、なるほど。そういうのもあるかもしれない。あるかも。なるほど。加藤さんだけは2番固定で、はい、俺が1番打つ時ある。意外になんか豊さんも意識してたんじゃないですか、屋敷さん。意識っていうよりも屋敷じゃなくて意識。あ、天下取ったみたいな顔してる。はい、これは一発いったぜ。バカ野郎。苦手とか、なんかが悪いことはね、はい、飯食いに行ったこともあるし、飲みに行ったこともあるし、仲悪いとかじゃなくて、野球感の問題だよね。豊さんってこの結構関わらせてもらってる中で、人望がめちゃくちゃ熱いってすごく感じてるんですよ。それは思います。本当に。だからもうなんか、人望と人望と屋敷と意識に対抗したんですか。当たらないよ。若手の選手も入団した時に困ったらもう高木さんとこ行こうみたいな感じだからなってたと思う。器も大きいし社長って言われるゆえんがよくわかりますよ。いやでもねコーチやってる時はやっぱり苦手な選手っているよ。コーチってさやっぱ上手くしてやろうとかあるけど、まあ、教え方が違ったりとかさこいつなんか変に思ってんだとかいやらしい性格してんなとかさすごくわかるね。コーチ時代の方がいやらしいやらしい。面白い話があってさ谷繁がねまだ1年目か2年目の時なのコーチが高浦さんという人がいて、はい、高浦さんがバーン殴ったの。そしたら谷繁が何を思ったかやめたーとか言ってミット叩きつけてロッカールーム帰ってきたの。えらい剣幕で帰ってくるから「繁、はい、どうした?」って言ったら「もうやめます」とか言うわけ、はい、ドラフト1だよ、はい、まだ12年目だよ。やめられたら困るじゃん。高浦さんが遠くへ「繁、はい、やめんなよ」ってあれが弱腰になってるんだよ。